本編番外、T1 スタイルズが行くワールドオブタンクス、パート90。この番外編では、普段行っている試合を振り返りながら、解説、実況、反省していくシリーズになります。今回乗っていく戦車は、イギリスのティア8ライトタンク、LHMTV。私の動画ではおなじみですが、消音排気システム、改良型換気装置、レンズ被膜を積んだ、隠蔽マシマシでの運用になります。おまけに乗員スキルも隠蔽と潜入を保持、紅茶も乗せ、ディレクティブに換気装置を入れております。マップは漁師の港、北側スタート。初動は西側の定番ポジションで、沖偵察をしていこうと思って動き出したのですが、ここでね、敵の装輪車両が私の入ろうとしたポジションを潰しに動いてきたので、一つ手前の茂みに隠れる形に急遽変更します。ご覧のように、私の隠れる向かって右手の、私が入ろうと思っていた定番の茂みを、敵の装輪車両が強制スポットしに来ていますね。危うく開幕からドンパチ始まるところでした。打ち合いは非常に弱いこの車両。ここは一歩手前に隠れて正解でしたね。隠蔽マシマシの軽戦車の弱点は、装輪車両が機動力を活かして、無理やり隠れているポジションを荒らしに来ることです。ここは勘が働き、やり過ごすことができたので良かったかなと。せっかくやり過ごせたというのに、味方の軽戦車さんが無理に敵を追い立てに行ってしまい、あっさり返り討ちに。これ、私が右前にある茂みに隠れに行っていたら、私が速攻ガレージバックさせられていたと思うと、恐ろしいばかりです。隠蔽特化車両は、後半まで敵にバレずにやり過ごし、敵の軽戦車を倒した後、隠蔽率を武器に敵を追い立てていくことが戦術の一つになっているので、前半はなるべく、むやみにバレたくありません。ああいう、高隠蔽が武器の車両を、いかに先に潰していき、後半楽に動けるようにするかが大切ですね。そしてマップを見渡し、ここで一つ心配なことが、中央の稜線に、味方が一両しか向かっていません。正体仲間のブーラスク一人を残し、味方がいない状況です。これはさすがに孤立して危険と判断したため、ブーラスクには中央から一度離れてもらいます。むやみに中央で粘らず、誰もいない状態を作り、油断した敵を招き入れ、私で発見。あとは後ろにいる味方たちに狙撃してもらう形を取った方が優位に動けるかもしれない、と思っての判断でしたね。俗に言う、空城の計というやつですね。あえて陣地や領地を明け渡し、敵の警戒を下げて招き入れる、引き込み作戦ですね。案の定私が隠れようと思っていたポジションを潰すように進軍してくる敵のイタリア重戦車、および、そのスポットで狙撃しようと乗り出してくるスウェーデン駆逐戦車。見事私のスポットにより、返り討ちに成功です。敵のブーラスクもずっと見つかっているとも知らずに、警戒しておらず、装輪車両ものこのこと姿を見せてきます。敵はきっと、どこからバレているのかわからず、なぜ見つかった状態が維持され続けているのかもわからず、てんやわんやしていたことでしょう。ちなみに、456ライン側は、ブーラスクの沖偵察で保管しており、無理に敵が攻めてくれば、スポットができるように構えておりました。これね、一歩間違えれば、敵の大量の進軍を許しかねない少し危険な戦術でもあったのですが、ここはうまくいって、本当に良かったですね。あとはそこのブーラスクさえ落とせれば私が自由に動けそうなので、仲間に狙っていただきます。ちなみに、撃てるけど撃ちません。撃ったらブーラスク、もしくはそこに履歴を残す、敵の LT-43 にバレる恐れがあるからです。敵のブーラスクは、ずっと見つかっているため、第六感が点灯せず、油断をして前に詰めていき、味方がうまく撃退できました。これで私が自由に動きやすくなったので、まずは LT-43 の所在をつかみに動きます。最終履歴の場所にはもうさすがにいませんでしたね。仲間のブーラスクの進軍に合わせて動こうとしていたところ、不意に装輪車両が突貫してきて、焦りましたね。こういうのが装輪車両が相手にいる際の嫌なところですね。幸い、敵の狙撃手は全員先に倒してしまっているので、被弾することはありませんでした。もう一度1ライン側を押していきたいところですが、一旦フェイントをかける意味も込めて、東側へ移動した振りを挟みます。この辺りで私のスポットも切れているので、1ライン側へ折り返しを図ろうと考えていたところ、1ラインに敵の432が、対応に戻ろうとしますが、ここで再度敵のスポットに引っかかってしまったので、もう一度スポットを切りまして、
見つかっていない状態から、敵432の対応に動きます。ダブルブッシュを作った状態で狙撃。見つからずに処理できました。装填が長いので、打ち合いは分の悪い車両ですが、単発火力や貫通力はそこそこにあるので、見つからずに狙撃するのには向いている手法ですね。味方の T28 プロとの進軍を少し待った後、1ライン側を押し返しに動きます。すでに自走砲を除く全車両の所在はつかめているので、1ライン側はいても自走砲か、戻ってきている装輪車ぐらいかなと。装輪車も偵察しても援護してくれる敵がいないので、こちらには潜んでいないと踏んでいたのですが、こんなところにいましたね。これはちょっと予想外でしたが、この体力差なのでサクッと処理。続いてオブ A-274A の背面を狙いに行きますが、その前にまた一度姿をくらませます。見つかったまま行くと迎撃されちゃいますからね。背面からスポット。15メートルルールを使い、茂みで隠蔽率を高めた後、狙撃開始です。そしてここ、手前の草高を離れ、敵からの車線が切れていそうだったので、もしかしたら、とそのまま狙撃してみたのですが、見つかりませんでしたね。どうやらそこらのお花にも、隠蔽効果があるようですね。非常に小柄なこの車体と、角の取りやすさが活かせました。あとは東の市街地を進軍していた敵車両の対処ですが、市街地線はこの車両の高隠蔽を活かせないので、まずは敵の自走砲の処理を優先します。この辺りを刺激して、引き返してきた敵をスポットして味方に処理していただくか、自走砲を処理してから敵陣地を占領し、敵を市街地からおびき出す作戦を考えていました。が、意外と市街地からすでに敵が出てき始めていたので、スポットと狙撃で援護を図ってみることにします。装填が火力に対して非常に長い車両であり、接近戦は難しく、車重も非常に軽く、軽く敵に擦っただけで致命傷になりかねない貧弱性を持っているため、なるべく距離を保ちながら、敵を対応していくよう心がけていますね。気を倒してしまい一瞬ヤバいと焦りましたが、気づかれていないようなので偵察で様子を伺います。むやみにこちらから狙撃して敵に無理やり詰めてこられるのも厄介なので、ここは敵を分断、もしくは引きずり出せればといったところですね。分断成功。体力の少ない、オブ A-263 を処理する考えにシフトします。一撃加え、各殺圏内に持ち込んだ後、接近戦で処理する作戦です。一応サイドのプロゲット66にも警戒しつつ、撃ってもバレないことを確認し、263に一撃。これで各殺圏内に持ち込めたため、263への接近を開始しようと考えていたのですが、プロゲクト66が進軍を始めていたため、仲間のために一度警戒。そうしているうちに263が自走砲により処理されてしまいましたね。一手間が省けました。プロゲット66はそのまま市街地を出てこちらの車線が通りやすい場所へと進んできていたので、ここは先に、敵のチャリオティアの捜索に行くことにします。ここまでプロゲット66を引き込めれば、私がいなくとも正体仲間で処理してくれますからね。が、チャリオティアも予想外に進軍しており、私の捜索の必要はなく、プロゲット66も不用意に姿を晒してきており、こちらも私が手を下すまでもなく、なんとも今一つやり足らない気持ちで、試合を終えることとなりました。魔正体仲間が稼いでくれたので、これはこれで良かったんですけどね。戦闘結果です。2バッジをゲット。マスコアだけ見てしまうと、まあまあの働きかなといった感じなのですが、試合勝利には大きく貢献できたかなといった試合でしたね。相方のブーラスクの言葉を借りるならば、最初は中央に自分一人しかいなくて、死んだなぁ、負けたわぁと思ったとのことでして。あえて中央部は捨てて、空城の刑を仕掛け、見事反撃できたのが、この試合の面白みでしたね。思えば最初に定番ポジションへの置き偵察は危険と考え、とっさに一つ後ろの茂みに隠れたところから、読みが冴えていたと言いますか。空城の刑、引き込み戦法まで綺麗に読み通りことが進み、読み合いで勝った、非常に気持ちの良い試合でした。
番外編ではこういったスコアには出ない働きの試合などを振り返りながら解説、実況していきますので、今後もお楽しみに。ではでは、まったねー。